初めての時には自分自身すごく悔しかった部分があって、うって悔しさもありつつ、でもなんかあったからこその変化が次であり、そしてそれを受けてなんかいろいろ自分の中でなんだろうな、なんか感覚が変わったというか、歌う時の感覚が楽しむに変わる瞬間があったというか、そしてセブンスでなんかまさしくその楽しさが爆発したっていう部分があって、本当に心の底から楽しくて、終わった後ももうメンバーの皆様とずっと楽しかったですね、楽しかったねっていう言葉を交わしてて、ひたすら楽しいを詰め込んだそんなライブでした。当日というかそのデイ1もデイ2もものすごく楽しんで歌ってたんですけれど、そんな楽しんで歌ってた中でもなんかデイ1デイ2で表現の違いが生まれてる部分がむちゃくちゃ想像してた以上になんか変化があって、その変化をそれぞれのなんか良さといいますか、バージョン違い、それぞれに変化があり、それぞれに良さがあるので、ぜひともなんかそれを比べていただきたいなというか、ディビジョンラップバトルセブンスライブサミットオブディビジョンズブルーレイ&DVD 発売まであと16日。